一言、びっくりというか、すごい、たくさんの選手たちが参加しているということと、みんな、すごくここまでトレーニングしてきて、非常にレベルの高い、ジュニアの大会なんだなというのが第一印象でした。映像とか、それから、参加したこのスタッフの方、あるいはデモの方からは、選手からは、どんな大会だったっていうのは聞いてたんですけど、初めて見て、それを目の当たりにして、びっくりしています。その今後のっていうのは、これを大会をですね、経て、デモンストレーターになった、選手たちも、数多くいます。で、そのよくレースをやって、デモになる、基礎に入ってデモになるっていう、オーソドックスというか、ほとんどの今のデモンストレーターはそういう道筋で来てるんですけど、こういうジュニアの大会から、そういった形でデモンストレーターになっていく、日本の代表に選ばれるっていうのも、この大会からであれば、可能だと思います。ですので、今回パンフレットにも「奇跡」っていうふうに書いてあったんですけど、今のここまでトレーニングしてきた、取り組んできた、こういう練習だったりスキー技術っていうのを、この奇跡をですね、どんどんつなげていただいて、デモンストレーターまで上り詰めていただきたいなと。その先には、技術戦、全日本スキー技術選手権大会という大会が、そのジュニアの大会の後には設定されてますので、そこでまず活躍していただいて、現在も、さっきの話と重複しますけど、そこで活躍しているこのジュニアの大会上がりの選手というのは数多くいますので、そういった選手のように、この先もしっかり活躍していただきたいなというふうに思ってます。あと、ちょっと今日の印象なんですけど、やっぱりもっと多分個性が出て、個性があるはずなんですよね。で、例えばこの大会を一つの発表会だとすると、小学生とかそういう場であると思うんですよ。大会とはいえ、大人の人が技術戦に出てる、コンペティションとはちょっと違って、そうすると、まずその大会に向けてのトレーニングがこう滑んなくちゃっていうのが、少し見え隠れするんで、もっと伸び伸びと自分の個性をしっかり出していくっていうのが、得意を磨くっていうか、自分の得意の部分をしっかりアピールしていくっていう、それがいずれ自分のスキーの軸になっていくと思うんで、そういう、トレーニングの段階でも、型にはめず、伸び伸びと滑ってほしいなっていうことを思いました。やっぱりベースがあって、でそこからいろんなふうに広がっていくと思うんですよ、技術は。でそのベースの部分っていうのは、特に、こういう北海道とかの環境でいくと、先ほども言ってたパウダーだったり、不整地、整地、硬い雪、柔らかい雪っていうように、この先の経験値がどんどん増えることによって、ベースがしっかりしてれば、技術は必ずこう広がっていくというか、
伸びていくので、まあ、そこの部分をしっかりやっていくということはとても重要だなというふうに思いました。まあ、ジュニアの大会なんで 年代別小学生、中学生、高校生というように技術のレベルというのはそういう意味でも見えてくると思いますので、まあ、そういうところをまあしっかり意識していくといいのかなというふうに思います。